はい、こんにちは。今日はマルチツールタイプのキャンプ用カトラリー、ボーカーっていうドイツの老舗ナイフメーカーから出ているボーカーマグナムボナペティ紹介したいと思います。まず来て驚いたのが、2,000〜3,000円の商品なので、他のメーカーはほとんど紙の箱とかに入ってくるんですけど、このメーカーはしっかりとこういった缶の中に入ってきました。まあ、こういった宣伝の紙もしっかりと入っていて、来た時からちょっとワクワク感満載の製品になってます。キャンプ用のマルチツール型のカトラリーって、よく見るのはこうやって左右に展開して真ん中で分かれて2つに分かれるタイプです。このタイプはスプーンもフォークもそれからナイフも同じ方向に展開をして、上下にスライドして3分割、3つそれぞれ別々のツールとして使うことができるタイプです。高さが 10.5 ミリあって、厚みもかなりあって、重みも他の商品よりもかなりあります。このタイプの中では少しごつめのタイプになると思います。他の製品はステンレスやプラスチックが多い中、この製品はハンドルの部分に木を使っていて、仕上げもさすがナイフメーカーなかなかいいんじゃないかと思います。似たようなタイプの、これはケーバーってアメリカのナイフメーカーのものですけど、スプーンがここに書き込みがあってめり込んで使ってるのを、こっちのメーカーはスプーンをぐにょっと曲げてでも、ここのハンドルをカットしてないあたりにもこだわりを感じます。これはボーカーのフォールディングナイフなんですけど、こういった装飾がよくできたものをずっと200年くらい続いてるらしいです。作ってるメーカーなんで、かなりここもこだわった仕上がりを支持したんだと思います。ほぼ同じタイプをエルクリッチっていう別のナイフメーカーからも出ていますんで、このメーカー独自のものではないと思います。裏側を見ると、裏側はステンレスなんですけど、映るかな、ずらすときは縦にずれるはずなんですけど、横に多分調整かなんかのために削った跡だと思うんですけど、それ買ったときからもうそのまま出てました。このシリーズ自体がマグナムっていうちょっと安めのグレードのシリーズなんで、しょうがないでしょっていうことだと思うんですけど、せっかくならもうちょっと中も綺麗に作ってもらえるとよかったかなと思います。重さを測ってみます。正直開けて持った瞬間に重いって思いました。 183.5g あって、これは小さいタイプなんでもちろん軽いんですけど、このタイプよりも大きなタイプ、これでも 148g なんで、これがいかに重いか分かると思います。理由は断面を見ると分かって、これ3分割にするために1枚1枚それぞれの上下に金属のステンレスのプレートを入れなければいけないので、その分ステンレスの塊になって重くなってるんだと思います。また同じようなタイプの他のメーカーのものと比べても、そのステンレスのプレートが非常に分厚く作られてますんで、頑丈に作ろうとした結果この重さになってしまったということだと思います。展開してみます。展開は上下にずらして、ちょっと硬い時あります。上下にずらして3分割をさせます。ここに真鍮の釘みたいな形のところがあって、それがこの爪に引っかかるだけです。この爪は両側についてますんで、ここに
ずっと刺さって止まるというような仕組みです。結構硬いんでナイフが危ないんで、私はこれ展開してから外してから一つ一つ出した方が安全かなと思います。残念ながらスプーンフォークともにかなり小さくできています。左右展開タイプのマルチツールのフォークと比べるとこんなにサイズの差が出ます。さらに同じ3分割タイプのものでもこれはちょっとこの曲がってる分先が小さくなって、またスプーンに関してもこんだけサイズが違って、このウッド部分を避けたせいでぐにゅっと曲がってるんで最初は使いにくく感じます。特にフォークはしまった時にストレートにしまって小さくなるようにまっすぐの形状をしています。フォークってやっぱりこう上からこう刺したりとか、それからちょっとすくうような動きをすることもあるんで、こうカーブしているのが基本なんですけど、そこがまっすぐなんで、まあ、まるでこう楊枝じゃないですけど串で突き刺して食べるというようなタイプのフォークになります。逆にナイフに関しては、これ他のメーカーのだとここにスプーンがあるせいでナイフがそこまでしか入らないんで長さを制限されてるっていうのもあるんだと思うんですけど、こんなに長さも違って、まあさすがナイフメーカーが出している製品ということもあると思います。ナイフもまあちゃんとしたナイフほどじゃないですけど、こういった製品の中では非常に切れるナイフですし大きくできています。大きな肉を切りながら食べるとかっていう時のナイフには他のタイプよりもこのタイプの方が向いてると思います。ちなみにこっちがボーカー、こっちがケーバーなんですけど、スプーンの位置は一緒なんですけど、スプーン、ナイフ、フォーク、真ん中がケーバーはナイフです。ボーカーは真ん中がフォークになってるので、この側のところ真ん中がこの金属をちょっと触り心地がある方がナイフなのかフォークなのかっていう違いがあります。使用感なんですけど、どうしてもこういった左右に分かれて2分割タイプのものだとこの部分が太くなるので持った時に結構手に違和感があるんですけど、このタイプは非常にここが細くなるので、もう本当に家で使うカトラリーのここがちょっとポチポチ出っ張ってるバージョンというような感じで、持つ分には非常に持ちやすいです。ただやっぱりこの先ですね、ナイフはいいとして、このフォーク、スプーン、特にこのボーカーのやつはここが曲がっていて、最初慣れるまではこれがすごく使いにくいと感じると思いますんで、そこに慣れるまでちょっと時間を要すると思います。こういう2分割タイプと比べてすごくいいなと思うのは、このタイプのデメリットとして、肉をフォークナイフでこう食べた後にスープを飲もうとするとここにスプーンがついてるんで、これでスプーンでスープを飲みます。でその後もう一回肉を切ろうとするとここに手についてしまうので、毎回これを拭き取らなければならない。またこれが出っ張らないようにこういう風にするとここがすごく出っ張って持ちにくくなってしまいます。その点この3分割タイプっていうのは、こうやって肉を食べた後にこれでスープをすくいます。でまた置いて肉を問題なく通常のカトラリーのように使うことができます。もう一つメリットとして感じるのは、こういったタイプだと、まあ、フォークを出して、まあ、登山とかでちょっとだけ軽食食べたいなとかっていう時に、
まあ、ここがカタカタ外れかけちゃったりとか、あとはフォーク使った後にしまって今度はスプーンを使いますっていう時にここが汚れてるんで触れなくなっちゃいます。このタイプはもちろん展開してバラバラで使ってる時もバラバラで使えてたんですけど、こうやって持ち運び用に合体をしてる時、一体化してる時も、例えば登山で何かちょっとつまみ食いしましょうと、軽食を食べましょうっていう時、何かカップ麺をかき回したいですっていう時、ナイフだけを使うっていう時も、それぞれのツールでロックはかかってないので一つ一つバラバラに使うことが可能です。収納なんですけど、こういうタイプってどうしてもスプーンとフォークがぐっと曲がってるので、この分厚みが出てしまうので、収納の袋とかにちょっと入れにくかったりするんですけど、三つ割りタイプはフォークがまっすぐ、ストレートのタイプがついてるので、その分横幅が基本的には小さくなります。ただ、さっきもちょっと触れましたが、このボーカーは非常に本体自体が分厚くできているので、こういったタイプの中ではかなり厚みのあるタイプになります。それでも一応一般的なマルチツールだったりとか、フォールディングナイフのケースにもサイズによっては入れることができます。正直そんな高いものでないので、値段が値段なんでそんなに期待してなかったんですけど、もう来た時の箱から他の製品よりもかなり高級感があるなというふうに感じました。あとはこの重さと、一番はフォークですかね。このフォークの使いにくさっていうのをどう考えるかというところだと思います。かなりいろんなこういったキャンプ用のカトラリー買いましたけど、その中ではプレミアム感があって、コレクションするにはすごくおすすめな一品だと思います。